朝日区、横浜市。朝日区は横浜市を構成する18行政区のうちの一つである。1950年代から横浜市中心部や京浜工業地帯への通勤者のベッドタウンとして宅地化が進み、給料地や農地に薪ヶ原、上白根、左近山、光が丘、横浜若葉台団地などの大規模団地が造成され、口が激増した。 1999年4月には、日本最大級の横浜動物園ズーラシアが開園した。横浜市編入以前は、鈴木軍に属し、軍役所が現在の津岡町に置かれたが、後に川和町、原鈴木国移転。隣の聖役との草会は、武装国境である。相模鉄道沿いの二股川、鶴上根駅周辺地区は、横浜市における主要な生活拠点。 旧福都心に位置づけられており、2007年まで、鶴ヶ根駅南口地区において、再開発事業が行われた。区内を横断する、どが谷バイパスは渋滞の名所で知られるが、上川インターチェンジから南町滝田交差点間で、町田立体が完成したことにより、一部で渋滞は、緩和された。今後は、二股川地区で再開発が行われることになり、 2010年度より、中尾町の二股川県有地に所在する県の行政機関のうち、県立が無センターと運転免許試験場において、県有地内での総合移転を含む大規模な改修が行われ、二股川駅南口でも、指導かも以上、飯田線、都市計画道路整備及び、相鉄 JR 直通線開業、予定に伴う駅ビルなどの再開発が行われる予定である。 二股川駅南口エリアの再開発も参照。区の南部を相鉄本線が横断し、二股川駅から南に泉谷線が分岐する。区の北西から東に片平川が貫流し、これに国道16号、旧八王子街道が並行する。片平川は大幅な改修工事により、旭区役所及び鶴上根駅近辺において、 流域の移動や暗渠化を合わせた整備が行われている。区を北西から南東に国道16号ほどがやバイパスが貫通しており、区内の道路と接続し旭区の大動脈となっている。中央部は東西に中原街道が通っており、他にも鎌倉街道及び東海道新幹線が通る。相模鉄道二俣川駅の北側には運転免許、試験場、ガンセンター、 公文書館など、県の施設が集まり、二股川駅と鶴ヶ峰駅の間の、県道横浜厚木線、厚木街道沿いに、朝日区役所、朝日警察署、横浜朝日郵便局設置され、区の中心となっている。なお、三坂井駅の北側も朝日区であり、瀬役との境に、聖マリアン内科大学横浜西部病院やほどが、谷カントリークラブがある。 厚木街道や八王子街道が通ることから、かつては厚木市や町田市との交流が非常に盛んであった。横浜が発展した以降は、ベッドタウンとして開発され、横浜都市圏の郊外部として位置づけられるようになったが、相鉄線や、ほどヶ谷バイパス、大和バイパス等県西部へのアクセスが充実していることから、今だ県王県西部、多摩地域との結びつきは強い。 区の大半は八王子市や町田市から連なる多摩丘陵に位置し、標高は60から100メートルほどである。平均標高は63.5メートルで、市内で最も高い。西部は一部相模屋大地に含まれる。区の中央を片平川が縦断し、源流も区内にある。ほどがやバイパス沿いや、区の西部には広範囲に、横浜市風知地区条例に、 基づき市街課長整地域が設定されており、生産緑地、公園、山林等になっており、区内には、河谷あ風地地区、今代池なぜ風地地区、三保に張り風地地区の3つの風地地区があり、横浜市内では、緑比率の高い地域である。また、内陸に位置し、大火星や故障がないため横浜市では、瀬役と同様に液状化の被害がない地域とされる。 横浜市内では、夏季の平均気温が最も低く2012年は、摂氏26.1度であり、最も平均気温が高かった鶴見区よりも摂氏1.5度低くなっている。冬季は内陸性の気候が認められるため最低気温0度を下回ることは多く、氷点下7度まで下がる日もある。平均的に横浜中心部より3の5度程度低い。 積雪は3 0トルを超えることもあり、ニュースでもたびたび報道される。2014年2月17日には、横浜の中心部で、積雪2 7トルだったが、旭区では2月8日の積雪も残っていたため、畑などで7 0トルの積雪だった。ヒートアイランド現象が強く現れる横浜市街や、丹沢山地が、季節風を遮ることにより雪が降りにくい。 県王地域平野部と比較して、冬は雪に対する警戒が必要な地域である。横浜市西部に位置し、北は、緑区、西は、西屋区、東は、ほどがや区南は、とつか泉区と接している。東京都心まで 35km、横浜中心部まで 13km、なお、町田市とは接していないが、互いの市境は、 最短200メートル弱で中心部まで7キロメートルほど。古代、武蔵区に続き郡に属し、小土ヶ谷区から遠くにかけて、広大な橋網田に、半賀やミクリや、新外市は、坂東八平市の内秩父市の流れが存在し、全部、全部、半賀谷などの地名が残る。二股川も参照。旭区内では、一部の区域で、 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。区長。一昔前までは農家や片平川沿いにスカーフの染色工場が点在していたが、スカーフ工場については現在すべて姿を消した。また、戦前は八王子街道沿いを中心に養蚕業や氷業が栄えた。現在は区内の大半が住宅地であるが、 大規模小売店舗は、団地周辺を除くと、国道16号を含めて道路沿いの郊外型が、少なく、駅近辺に集中している。北西部に、西約、町田島で、ほどがやバイパス沿いに、工業地帯がある。また、ほどがやバイパス沿いや、区の西部では、生産緑地があり、2013年現在では主に、野菜、果物の生産を行っている。 横浜市立光が岡小学校は2011年度より横浜市立式の森小学校として改称された横浜市立大池小学校に統合された横浜市立佐近山第一小学校横浜市立佐近山第二小学校横浜市立佐近山小高小学校は2012年度より3校統合され横浜市立佐近山小学校となった 地区センター、6カ所コミュニティハウス、7カ所地域ケアプラザ、10カ所、文化施設、スポーツ施設、野外活動施設、国道剣道指導、ドラマ映画 CM、朝日区の歌朝日区民音読生15周年、記念として1984年作曲。2009年の朝日区誕生を50周年を記念して、公募により、朝日くんというマスコットキャラクターが誕生している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。